今日もありがとう。はい、こんばんは、うさです。今夜始めていくうさぴよの巣はこちら、ドラゴンクエストけしけしからイベント、ドラゴンクエスト10イベント第3弾イニシエの竜の伝承。はい、こちらの方ね、長くなると思って勝手に3部にぶった切ったんですけども、で、なんか7日の日にはストーリー更新とか言ったけど、すごい嘘ついてた。全然ストーリーは別に更新はしなくて、なんかただ単にピックアップガチャとかもろもろのやつがアップデートされただけだったみたい。はい。あとね、サブクエストがね、なんかやたらとね、いっぱいもろもろとなんか付け加えられてただけみたいです。はい。で、ま、前も言った通り、なんか短いスパンで変わるピックアップガチャの方の、ピックアップされてるドラゴンクエストけしけしのドラけしたちが、顔ぶれがちょっと変わったりしてたみたいでございます。うん。ただそんだけ。ただそんだけでした。でもまあ、なんかね、ここに見たらお知らせで、ドラゴンクエストスマホフェスとかのね、お知らせが来てたりとかして。でも、これね、なんかビッグサイトで行われる、来年の1月だから結構、ちょい先なんだけど。うん。けしけしはじめとして、ドラゴンクエスト系の、スマホのゲームが何種類か出てるんですよね。私結構オークとか星のタクトとか結構やってたんですけれども、私のスマホの方がかなり機種が古くなってしまったので容量不足ってやつですね。はい、それを迎えまして、泣く泣く、まあまた今度スマホが新しくなって頭が良くなったらまたやろうぜ、また会おうなっつって泣きながらデリートしたんですけれども、アンインストールしたんですけれども、はい、まあそれらのなんか全部そういったドラゴンクエスト系のスマホソシャゲ系がイベントやるみたいですね。はい、楽しみで、ピックアップガチャ、はい、エステラさんとかが結構、踊り子 X さんとかがちょいちょい入ってきてるなって思ってたんですけれども、なんと今回はこれバシッコランリーなんでバシッコなんだろう。ほんとつくづく思うんですけど、前回もお話ししたかもしれないんですけど、ドラゴンクエスト10ってもう10年以上やってる、2012年ぐらいからサービス開始しているすごい長寿ゲームなのでね、まあバージョンで言えば今度7が出るっていう情報が出て、今バージョン6がそろそろもう佳境を迎えているような感じのところなんですけれども、ですからね、すっごい NPC キャラクターは星の数ほどいて、こう魅力的なキャラクターとかね、有名なキャラクターとか、あと人気のキャラクターいっぱいまだいるはずなのに、まあ確かにね、みんな必ず1日1回オンラインとかね入ったらね、1回はお世話になってるんじゃないかなって思われるこのね、バシッコさんがまさかのドラケシのピックアップガチャに選ばれて、なんでバシッコなんだろうって思いながらも、まあお世話になってるからなのかなって思って、はい。で、まああんまり結局ガチャは出なかったんでね、割愛してしまった部分はあるんですけれども、はい。で、他にもね、こういった形で今回も強戦士の書、どうもなんか結構これだけ回してたら気づいたのは、この強戦士の書は強敵チャレンジで稀に運で出るみたいなんですけれども、宝箱の中から出るみたいなんですけれども、オルストフさんとか、なんだっけ、そういった敵と戦った時に勝てば、たまに出るっぽいんですけども、今のところ私が出てるのが、キャットリベリオと、
グレイツェルさんとネルギロさんと3種類しか実は見てないんですけども、まあ他にも、出てるのかもしれないんですけど、私の運がないせいか3種類でしか私は確認してません。ということでね、まあ一応特にそれで何かもらえるっていう感じでもなさそうなんですけれども、うん、一応プレイしといた。せっかく強戦士の賞もらったので、ドラゴンクエスト10オンラインの方でね、強戦士の書の方なんかで言えば、そこをチャレンジして勝てば、まあ、ご褒美っていうんじゃないんですけども、報酬で運が良ければ、高値で売れるオーブが落ちたり、あとはね、経験値が若干良くはなかったか。強戦士の書のやつは、はい、なんかそんな感じの強戦士の書っていうイメージなんですけれども、なんか知らんけどこのケシケシの強戦士の書はどうなんだろうねなんか、うん、特別何かがもらえる感じではないような気がするんですけど、むしろねこのノーマルのステージとかをクリアしていくと、現れるステージに現れるこの砕け散る玉、なんかたまにねバグでね砕け散らない玉もいましたけども一応ね砕け散る玉、それのポイントを集めると、ドラクエ10ポイントを集めると、こういった形でね今まで出たこのマンルシア、マユーシャアンルシアとか、このねマデサゴーラさんとか、あとねジュリアンテの、あの最終形態のジュリアンテのドラケスとかね、そういったドラケスと交換ができるっていう新設設計イベントというかコンテンツが砕け散る玉なんですけどもね、はい、あったりして、むしろその砕け散る玉の方が私は美味しかったりするんですけども、普通にプレイしてるだけでね、こうやってもらえるポイントで、それで交換でもらえるっていうのは、今までね出なかったやつもらえるっていうのはめっちゃ嬉しい。そしてこれびっくりしたんだけど、ホロライブとコラボが今度始まるようです。ペコちゃんかわいいペコラ、はい、ボンボンちゃボンボンちゃ、はいはい、ペコラップが頭の中に流れてきて、今一瞬ちょっと固まってしまったんですけれどもはい、よかった、今度楽しみ。今度はねホロライブコラボの方の動画もあげますね。というわけで、まあまだこっちが終わりきってない、はい、ドラゴンクエスト10オンライン、オフラインでもあるか、はい、ドラゴンクエスト10のイベントを、こっちがね、まだね、終了してないんだな。エンディングが今度迎えるんですけれども、ピックアップガチャ、はい、ずいぶん短いスパンでね、こう、くる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 と変わって、で、じゃあそれがすごい当たるのかっていうと、別段、私のくじ運のなさのせいなのかもしれないんだけど、出ない。なんか、出たとしてもすっごい偏りがある。うん、まあこんなもんなのかもしれないんですけれども、おかげさまで、出ない本当にピックアップなのかっていう感じなんですけどもね、ちょっと疑ってしまうぐらいの引きの弱さでかなり切ない思いをしたんですけれどね、はい、でエンディングを迎えるにあたって、はい、なんかね一つのステージだけなんかクリアせよっていう感じなので、まあやっとこかなって思ってるんですけど、まあ、ドラクエ10に関しては本当に先ほど申し上げました通り、2012年ぐらいからずっと続いているね長寿ゲームなので、オンラインゲームなので、なんかもう追いつかないんじゃないかなとかね、もう今から始めたってついていけないんでしょとか思ったり、入っていけないんでしょとか思ったりされる方って結構多いと思うんですけれども、つい先日ねドラゴンクエスト TVっていう、テレビ、YouTube チャンネルなんですけど、スクエアエニックスさんが、公式でやってるチャンネルの方で、バージョン7の方の、情報が挙げられたんですけれども、まあ全部のね、1から
その7まで通してのゲームが、あのすごい格安のお手軽な お手軽ではないか、まあ、そこそこするんですけどあの全部が遊べるワンセット、オールインワンのセットとかね、あの発売されたり、おまけがついてたりで、そういったね、初心者さんがすぐにレベルが上げられるような、あの親切設計だったりお手伝い設定とか結構ありますのでね、割と、うん、あとね、ツイッター、旧ツイッター、今で言う X なんか使えば、こう始めましたって言うと、割とこうドラゴンクエスト10のユーザーさんってあったけ通り越して熱い人とか結構多いんでね、すぐに駆けつけてきて、なんか先輩風ビュービュー吹かせながらなんかさりげなくお手伝いしてくれる方は結構いるんでね、まあそこそこ楽しめると思いますので、もしドラクエ10オンラインとかね、まだプレイされてない方が、これを見ている方でいらっしゃったら、おすすめなので、はい、ぜひぜひ、いかがですかみたいな感じなんですけど、なんなら私のところのツイッター、旧ツイッター、今で言う X とかでもね、あのさりげなくじゃなくて結構がっつりでも構わないので、絡んできていただければ、一言何かご挨拶いただければ、はい、いつでもお相手いたしますので、遊びに来てくださいね。で、はい、そんなことをぐだぐだ言ってたら、いつの間にか終わった。はい、これがドラゴンクエスト10だということで、強敵チャレンジオルストフさんが、終わった後、今度ナドラガさんが、はい、出てきました。ナドラガさん、まあかなり最終ボスなんでオルストフさんも強かったけども、途中経過のボスみたいなもんで、最終的なボスってやっぱこのナドラガさん、神様、封印されてた神様なんですけどねまさかのこの神様と戦うことになるわけなんですが、まあ結構絶望を感じるぐらいでかくて、その迫力とかがかなり、そのドラクエ10オンラインなんかでは表現されて、アニメーションだったりムービーだったりで表現されてて、かなり面白いナドラガさんだったんですけどね。うん、でも景色ではこんな感じ、さらっと撫でて、はい、撫でただけで飛んでった。終わった終わっちゃったうん、でも強敵チャレンジだからな、まだ最低レベルなのでね、これで次の、70、80、90とレベルを上げていけば、まあそれなりに手応えのある、なかなか手も足も出なくなるような強さだったりするんじゃないかなって思ったりはしているんですけれどもどうなんだろう実際。うん、で、まあ強敵チャレンジと並行してあったのが、先ほどもお話ししたこの強戦士の書、これがね、本当になんかまあ戦えるのはキャットリベリオとか、そのグレイツェルさんとかネルゲルさんと戦えるのは、懐かしさとかも、私なんかで言えばね、懐かしさとかもあったりするので、うん、嬉しいっちゃ嬉しい、サービスなのかなって思ったりはするんですけども、何かね、特別報酬があるような感じでもないし、なんで強戦士の賞で出したんだろうね。はい、やっぱりキャットリベリオさんもあっちゅう間に溶けた。はい、終わったまあこんなもんだよな。はい、でもまあこっちも強戦士の書って言うんだから、結構やらかしてくれんじゃないのって思ったりしたので、それなりに強いパーティー組ませていただいて、まあ突してしまったっていうのもあるんですけれども、うん、あっさりといつの間にやら終わってしまったので、はい、次グレイツェルさんなんですけども、グレイツェルさんはね、うん、前回もお話しした通り、ちょっとまあいわくつきのお話、それぞれちゃんとオリジナルのストーリーが
あるぐらいのキャラクター、人気キャラクターではあるんですけれども、あとねこの服とかもやっぱり人気があったというか、あの胸がお胸がとてもこうボンな感じなので、なんだろうな、そのこのグレイゼルさんの服を着るとドラクエ10のオンラインの自分のキャラクターに着せると、そんなになかったつつましやかなお胸だった私のキャラクターも、あら不思議、これをグレイゼルさんの服を着ただけでボンボンってほどでもないかなまあでもつつましいところから若干積極的な感じのお胸に変わるというね、ちょっと不思議なアイテム、うん、アイテム、服、ドレアアイテム、ドレスアップアイテムみたいな感じで、はい、用意されてたりするくらいにはやっぱり人気があるこのグレイゼルさん、戦い方としてはね、魔女なんで一緒にこうこっち戦ってる我々をパンにされてしまう、あのパンってあの食べるパン、ブレッド、はいパン屋さんのパン、あのパンにされてしまって何ターンか何もできない、ただひたすら攻撃されてあのパンの実で耐えるしかないみたいな感じの攻撃をしてくるね、グレイゼルさんっていうとね、なんか意外と可愛らしく見えるんですけども、まあこういうコーマンキャラクター、おほほなキャラクターなのでねあのやっぱりうん、それなりに女王様的な感じのプレイ的な感覚を楽しめるんじゃないかなって思ったりしてる。はい。そしてこのネルゲルさんがドラゴンクエストオンラインを始めた時に一番最初に、まあオフラインでもなんですけども、一番最初に自分の主人公であるキャラクターが住んでる村が焼き払われる、その襲ってきた最大の敵っていうのもあって、まあ主人公にずっとこう精神的にトラウマみたいなのを植え付けて、こう最終的な本当にキャラ、あの敵なんじゃないかなって、主人公にとってはもう忘れられない、絶対てめえだけは許しておけねえみたいな感じの敵なんじゃないかなって思うんですけどね。でもね、やっぱ今こうやってあの消し消しではこれまたね鼻息でなんか飛んでっちゃった感じで終わってしまったんですけれども、やっぱゲームの本編の方なんかではね、それなりに強くて、やっぱりそれなりにあのボスキャラ、最終的な倒すべき敵みたいな感じでポジションはいるので、怖いやら恐怖心やらこの野郎っていう気持ちとともに、あーなんかかっこいい、なんか服従してしまいそう、靴舐めちゃいそうみたいな感じのキャラクターではあるのでね、ネルゲルさんもやっぱりそれなりにうんかっこいい。そしてネルゲルも確かドラケシ出てるはずなんでね、私引いた絵持ってたような気がするんだけど、気のせいかな、夢かな、幻かもしれない、後でちょっと自分のあのドラクエ倉庫見てみる。はい、なんかいたような気がするんだけどなはい、でまあガチャガチャピックアップガチャ、いろんなのがどんどんできてるのでちょっと見ていこうと思っているわけなんですけれども、これな、うん、でも今んとこね、あのエステラは3キャラのうちにキャラに出てきたので、エステラさんはもうお腹いっぱい、ほらまた出たよエステラさんは結構ねなんか出れてくれるので、こうやって私のところに結構来てくれるんで、しかもねエステラ使ってみるとわかるんですけども、めっちゃ強いんですよ、あの回復、あの攻撃しながら、しかもすっごい攻撃範囲がアホのように広くて、でしかもなんかビビたる感じではありますけれども、本職のこう回復ドラケシとはちょっと違って、
若干ではありますが回復してくれるというね、特典付きで、で今なんかちょっと上からバーンってなんか叩いたようなちょっと寸詰まった X 君がいたわけなんですけども、まあ X 君もそれなりに使えるキャラクターだったな、ドラケシだったので、本当ドラクエ10のこのキャラクターのドラケシは狙っていきたいところを狙っていきたい、特にエステラは本当によく使える素晴らしいキャラだと思います、素晴らしいドラケシだと思います。ランニーはな、バシルーラ、いわゆる消しちゃう、消し飛ばしちゃうっていうキャラなのでね、ちょっと使ってみたいんだけど、使い勝手ちょっと難しかった。ここぞっていう時ね、ただ消しちゃうだけなんでね、その消したところになんかその周りのがバラバラバラってまたもろもろと入ってきてしまったりするので、ちょっと使い勝手難しいかもしれないっていうのが私の感想でございました。で、これがね、強敵チャレンジ、ずっと頑張って頑張って頑張って、すっごいもう、もう気を失うような感じで、修行僧のように頑張った結果、なんとか取れた、ナドラガさんでございます。なかなかでかくて、結構迫力があって、で、ナドラガもね、ストーリーやってみるとわかるんですけれども、悲しき神みたいな感じのイメージが私は強いのでね、かなり嫌いじゃない、ですよね。だからある意味ちょっと嬉しいかな、絶対強いだろうし、このキャラクターは、キャラクターっていうかドラケシはちょっとね強さを求めてしまうわけなんですけど、ちなみにこちらがオルストフさん、オルストフさんもね、最終的にいいキャラだった、いいキャラっていうわけではないんですけど、やったことはやっぱ悪いとは思うんですけど、ストーリー上ね、でもエステラに対する愛情みたいなのはすごい最後に垣間見せてくれてね、感動のシーンがあったりするのでね、オルストフさんはやっぱり私好きなので、ちょっとサソリっぽい体になってるけど、お尻張りだけど、いいや。でミッションもはい全部クリア、よかった頑張ったこのねスキルの種がもらえるのは結構大きいと思うのでね、なんとかミッションはこなせるならばミッション全部こなして、このスキルの実は、スキルの種か、手に入れていきたいところ。はい。で、まあこんな感じかな。というわけで、はい。今回のウサピオノスドラゴンクエストケシケシはドラゴンクエスト10。イベント第3弾ということで、イニシエの竜の伝承でございました。エンディングまで行ったんですけれども、いかがでございましたでしょうか。ちょっと駆け足でしたけれどね、どっちかっていうとね、ガチャがすごく濃厚だったので、ガンガン回してガンガンなんかやりまくってしまったんですけどね。はい。でもまあエステラさんと いっぱい会えたからいいかな、強いし。ちゅうわけで、はい、今回のエンディング画像、まず1、ツイッターの方でのお友達、やんちゃちゃさん、ありがとうございます。可愛らしいイラスト。はい、せっかく10だったのでね、使わせていただきました。ありがとうございます。また遊び行こうね。はい、中継で、ツイッターの方、フォローしておいていただけますと、私の情報とか、こういった YouTube とか、配信とか始めた時に情報行きますので、ぜひぜひ、よろしければ X の方のフォローもお待ちいたしております。そしてはい、次エンディング画像2、はい、こちらも同じく X のフォロワーさん、お友達のネコプリンさんからいただきました。これ北海道の最北の、日本最北の地での、ウサピオノスの、雪原文字メッセージになります。ありがとうございました。すっごい寒い、もう雪降ってるそうです。今まだ11月半ばなのにね。ということで、今回のウサピオノスこれで終わりになります。また次回お会いしましょう。ではまたね。